次回220はついに襲撃。ついに川原木戦地の襲撃のカウントダウンが開始。そして襲撃犯が六原短大と判明し混沌としている最新219話。さらに明かされた明石武臣と川原木戦地の確執。今回はその襲撃の全貌と、そして六原短大と明石武臣、三沢中に隠された関係性について触れていきたいと思います。ということで今回は川原木戦地襲撃の全貌について徹底考察したいと思います。なお、東京リベンジャーズ第219話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。まずはざっくりと第219話を振り返っておきたいと思います。前回第218話ではブラフマン集会があり、その後川原木戦地と武道はデートすることに。そしてそのデートスポットというのが遊園地。武道と戦地はメリーゴーランドに乗ったり楽しく過ごすんですけども、ジェットコースターに乗ってる最中に多くの新情報が明るみになるんです。まずは7月14日の三点戦争では、花垣武道とドラケンは関東卍會へ乗り込むこと、そして川原木戦地と明石武臣は六原短大に乗り込むことが、さらに川原木戦地は本当はマイキーとサウスを倒してナンバーワンになりたいことが明かされるんです。そしてですね、さらにここで衝撃の事実が明るみになります。それが川原木戦地と明石武臣の確執。武臣は変わった。川原木戦地曰くですね、どうやらブラフマンが巨大化することで兄明石武臣は変わってしまい、現在ではブラフマンを強くすることよりもブラフマンをでかくすることを優先しているんです。そしてデート中の二人はですね、短冊を見つけて願い事を書くことになるんですけども、ここで武道はマイキーをぶっ飛ばすと書くんですが、それに対し戦地はこう書くんです。花垣を守る。そして戦地はですね、武道に友達と思っていいかと聞くと、武道ももちろんと答え、戦地に何かあったら守ると誓うんです。そして二人が握手した瞬間、武道は再び戦地が殺される光景を未来し、そして戦地が殺されるのは7月7日今日だったんです。そしてですね、場面は変わり、雨の中ドラケンのバイク屋に駆けつけたのは乾聖秋でした。乾曰くですね、まさかの六原短大に不穏な動きがあるとのこと。そんな第219話だったんですけども、これまで謎に包まれていた武道の未来史の意味も完全に紐解くことができました。第216話、そして第219話で武道が未来史したシーン、千住と泣き叫ぶ武道と死にゆく川原木千住の姿がそこにはあり、約束守ったぞ。当初はですね、この約束の意味はですね、川原木千住が兄の三津春千代と仲直りをする約束だと考察していたんですけども、正解は武道を守るという千住の約束だったんです。そしてここから予想される展開は一つしかありません。図にするとこんな感じでしょうか。花垣武道は次回第220話で何者かに襲撃され、確実に危機にさらされる。その危機に対し川原木千住が体を張ってかばうという流れになるでしょう。そして第219話のラストシーンです。ドラケンのバイク屋に駆けつけた乾聖秋の、やべえ噂聞いたぞ、六原短大の奴らが、すぐに花垣と連絡取ってくれ。この乾聖秋のセリフから、武道を襲撃するのは十中八九六原短大なんです。では六原短大が襲撃のターゲットと選んだのは川原木千住なのでしょうか、それとも花垣武道なのでしょうか。具体的に真のターゲットを考察していきましょう。花垣武道と川原木千住、六原短大が狙っているのはどっちなのでしょうか。これを明確にしておかないと考察が180度違う方向に行ってしまいます。そもそもですね、未来史の光景では最終的に六原短大に殺されたのは川原木千住です。なので死んだのは千住なんだから、狙われたのも千住だろうと安易に考えるかもしれないんですけども、これだとまずい。というのも六原短大のターゲットは川原木千住ではなく花垣武道の可能性があるんです。ターゲットが武道だと言える理由は大きく2つ。まず1つ目の理由が乾聖秋の発言です。第219話のラストで乾聖秋の、やべえ噂聞いたぞ、六原短大の奴らが、
すぐに花垣と連絡取ってくれ。この乾清舟の発言だと、竹道が狙われているから急いで連絡取ってほしいと聞こえます。そして竹道が狙われている二つ目の理由が、千寿が竹道をかばって死んでいることです。川柳千寿が六原短大の誰かと戦って、それで殺されているのであれば問題はないんですけども、竹道をかばって死んでいるということは、六原短大の攻撃が千寿ではなく竹道に向かっていたということなんです。以上より、六原短大の敵意は竹道に向かっていたと言える。しかし、この考察には穴がある。それは、竹道はなぜ無事だったのかという点です。千寿はですね、六原短大の攻撃から竹道を守り、かばって死ぬんですけども、もし六原短大のターゲットが花垣竹道ならば、六原短大は千寿を殺した後に、竹道も殺すはずですよね。でも、未来史の光景では竹道は無事だった。つまり、六原短大のターゲットは、川柳千寿だったんです。以上の考察より、次のように想定できます。六原短大が本当に狙っていたのは川柳千寿の首。千寿暗殺の邪魔をする竹道に攻撃を仕掛けたら千寿がかばって死亡した。こうして六原短大の目的は達成され、生き残った竹道は放置した。こんな感じになるんじゃないかなと思います。では、なぜ六原短大は川柳千寿を襲撃したのでしょうか。考えられる理由は3つです。まず1つ目の理由は、六原短大が川柳千寿を恨んでいたから。これは関東卍会もブラフマンも無関係で、六原短大の単独犯であるという意味なんですけども、ただですね、犯行動機を考えてみると、第212話で川柳千寿から一撃をもらったテラノサウスの個人的な仕返しぐらいしか思いつきません。またですね、六原短大の単独犯ならば、六原短大はどうやって千寿の居場所を特定したのでしょうか。つまり六原短大だけでは、川柳千寿の居場所を把握することは困難なので、難しいかなと思います。そして何よりも、不良の時代を作ると豪語する三天のテラノサウスがですね、千寿が一人になったところを襲撃するような小さい男とも思えません。なので、六原短大の単独犯というのはないかなと思います。次に二つ目の理由はですね、サンズハルチオと六原短大が裏で繋がっている可能性です。まずは川柳千寿の居場所の特定についてですが、六原短大がサンズハルチオと手を組んだところで、川柳千寿と竹道の居場所を知りようがありません。しかし犯行動機は十分にあります。第216話より明かされた衝撃の事実。明石武臣を長男とし、次男がサンズハルチオ。そして長女が川柳千寿という明石三兄弟。しかしですね、次男のサンズがですね、関東卍会に所属している驚きの理由は、ブラフマンの首領が妹川柳千寿なのが気に入らない。そして川柳千寿が最強なのも気に入らない。最後に兄明石武臣が妹川柳千寿を持ち上げるのを気に入らない。つまりサンズハルチオは何かしらの理由で妹明石千寿を憎んでいるんです。サンズハルチオは六原短大の一部の過激派を使い、千寿の襲撃を企てた可能性があるんです。そして最後三つ目は、明石武臣と六原短大が繋がっている可能性です。結論から言うと、これが本命です。六原短大の一部と明石武臣が裏で繋がっていて、千寿を襲撃したという考察なんですけども、もし六原が明石と繋がっているならば、千寿と竹道の居場所の把握は可能です。というのもですね、千寿と竹道が遊園地に行ったのはブラフマンの集会後でした。明石は集会後に千寿を尾行すれば、千寿の意思を把握することは可能なんです。つまり内通者は明石武臣自身。さらに犯行動機も十分なもの。第218話で明石武臣は乗客の前で感情的になる千寿を批判し、あえてマイキーと比較しています。さらに第219話、今度は川柳千寿の方が明石武臣を批判しているんです。武臣は変わった、ブラフマンをでかくすることが大事だと思っている。このように両者の間には溝があることは明白。そして極めつけは雨が降っていること。明石武臣はですね、日本一の雨男と評されており、第219話で雨が降ってきたのは決して偶然ではありません。そう、明石はすでに近くにいる。表にまとめるとこんな感じになります。やはり本命は明石と六原短大は裏でつながっていて、川柳千寿を襲撃したでしょうか。では明石武臣が裏で暗躍し六原短大を動かすとして、襲撃犯は一体誰なのでしょうか。大きく襲撃犯を3パターンに分けて分析したいと思います。まず襲撃犯その1は、テラノサウス。これは正直一番なさそうです。
三帝のトップであるテラノサウスが、明かした興味とつるむとも思えず、ましてや千住が一人のところを狙い、野襲なんて汚い真似はしないと思います。次に襲撃班がロカル団体の幹部のパターンです。これも可能性が低いですよね。第212話で、ロカル団体の幹部が登場した時には、各長、モッチ、ハイタニ兄弟、マダラメシオンと、全員がですね、明石武臣に敵意をむき出しにしていました。なので、ロカル団体の幹部たちも、明石武臣と繋がっているとも思いません。最後に襲撃班が一般隊員のパターンです。おそらくこれが本命だと思います。明石が描いたシナリオはこんな感じでしょうか。そもそも明石はロカル団体にブラフマンのメンバーを大勢潜り込ませていた。その後明石は千住が邪魔になり、ロカル団体を使って襲撃する。そして千住殺害の罪をロカル団体に被せる。最終的に戦わずしてテラノサウスを潰し、ロクハラ短大を吸収するんです。表にまとめるとこんな感じになります。そしてですね、最強の河原木千住といえど、さすがに竹道を守りながら戦うというのは厳しかったのか、明石のシナリオ通りに動いてしまうんです。でもなぜ黒幕が明石武臣なのでしょうか。それは河原木千住が邪魔だから。この辺はですね、第219話で分かりやすく伏線が残されています。武臣は変わった。河原木千住曰くですね、どうやらブラフマンが巨大化する過程で明石武臣は変わってしまい、現在では強くすることよりもでかくすることを優先している模様です。つまり明石武臣は三点の終焉ではなく、三点の統合を目的としているんです。こうした明石の思想から一つのことが見え隠れしますよね。それは明石武臣の野望。明石の野望は日本最大の犯罪組織の形成です。もっと言うと梵天の創設。第218話の河原木千住の、武臣はブラフマンを強くではなくでかくしたいという発言から、梵天創設の黒幕は明石武臣でほぼ確定で間違いないのかなと思われます。そして自らの目的に合わなかった河原木千住は、実の妹とはいえ必要なかったんです。明石の狙いは、トップにマイキーを据え、日本最大の犯罪組織を形成することだったんです。という感じで解説してきたんですけども、皆さんはなぜロカル短大が襲撃すると思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。